JP タワー名古屋は愛知県名古屋市中村区名駅一丁目にある超高層ビル。フロントオフィスアクセス日本郵便と名工建設の共同事業名駅一丁目計画により旧名古屋中央郵便局名古屋駅前分室跡地に建設された超高層ビルである。東海旅客鉄道名古屋駅の北東 JR ゲートタワーに隣接する。 2013年12月20日に建物の名称が JP タワー名古屋に決定した。建築物としては高さ195.74メートル、地上40階、地下3階、東屋1階のオフィス棟と地上11階、地下1階、東屋2階の駐車場棟から構成される。2013年7月新築工事着工。2015年11月11日、竣工。 2017年4月1日に全面開業した。2015年5月14日に地下1階から地上3階の低層階に入居する商業施設の名称が切って名古屋となることが発表され、2016年6月17日に開業した。竣工前日の2015年11月10日には内部の様子を公開。竣工日の11月11日には、 同ビル39階で日本郵便代表取締役社長、高橋徹出席のもと、関係者約350名による、春工披露パーティーが開催された。春工後は、名古屋中央郵便局と名古屋西郵便局 JP タワー名古屋内分室、ゆうちょ銀行名古屋中央店が1階に入居することになり、2015年12月7日から営業を開始した。 高層棟は、粘性耐体シー運壁や鋼材ダンパー等の精神装置を各階に設置して、耐震性能を確保しているほか、竹中工務店、独立行政法人物質、材料研究機構、淡路マテリアと共同開発した FEMNSI 軽心合金を用いたビル用精神ダンパーを、高層棟の低層外部分に16機配置して、長周期、 長時間地震動対策を施している。2018年度には隣接する JR ゲートタワーと、共に日本建設業連合会が主催する第59回 PCS 賞を受賞した。JR 名古屋駅から歩行者用通路の貫通通路で JR ゲートタワーを経由して2階のオフィスエントランスに直結しており、同駅から徒歩1分、名古屋市営地下鉄東山線。 桜通線名古屋駅から徒歩1分と、交通利便性が非常に高い立地である。JP タワー名古屋の1階に開業した名古屋、中央郵便局と、ゆうちょ銀行名古屋中央店を引き進むのは、東西約39メートル、南北約94メートル、西側に共用部を設けたこの樹形平面で、基準外化支出。 面積2304.20平方メートル、ビル全体の就業者数は8000人を見込んでいる。切手名古屋は、日本郵便の運営する、商業施設。東京駅前の切手、博多駅前の切手博多に続く切手ブランドの3号店として2016年6月17日に、開業。JP タワー名古屋の地下1階から3階に、名古屋中央郵便局や、 ゆうちょ銀行名古屋中央店のほか、全面開業時にオープンした6店舗を含む、全36店舗が出店している。このほか館内には、スケナリ・マサノリ作、ゴールドフィッシュやハセド・周平作、サカンヘなど様々なアート作品が展示されている。2017年5月13日には、投資説を舞台とした、中京テレビとのコラボドラマ、名駅一丁目一番一号人と、幸せを、 つなぐ場所が放送された。当ビル建設中の2014年9月25日未明、工事現場内において元の管を撤去し迂回処置の上封鎖していた下水管が雨のため封鎖処置が破損し漏水。隣接する名古屋市営地下鉄東山線、名古屋駅構内へと大量の漏水が流れ込み、ホームや線路など駅施設が浸水した。これにより、 同日5時半の始発時から14時半過ぎまでの約9時間の間、名古屋駅を含む道線岩塚池下間が区間運休を余儀なくされ約15万人に影響が出る事態となった。施行者の竹中公務店は事故の責任を認め、損害額約2億5000万円を賠償金として名古屋市に支払うことに合意した。ありがとうございます。